おはようございます。9月26日木曜日朝6時の相場解説になります。まず1時間軸を見ていただくんですけども、今週ね、私、あの、方向性が決まるかなと思って、まあ、どちらかというと、円高の方向に山を張っていたんですよね。解説も、だから下に抜けていく、まあそんな潜入感でね、お届けしていたと思いますけども、えー、残念ながら結果はですね、下に抜けるんではなくて、このレンジを通過した後、上に抜けましたね。 月火水と横ばいで私は下に行くことを期待していたんですけども残念ながら下に行かずについにこちらの天井の方を抜けて上の方に抜けていってしまいましたで上抜けた後どうなるかってことなんですけども今日はこの日銀の金融政策決定会合の用紙がありますんでここに関わってねどういうふうにこれが変化していくかってところここに注目しなければならないかなというところですでは日足から見ていきますね 冷やしご覧いただくと、今までと違った変化が起きました。移動平均線をまたごうとしてですね、この上昇のチャンネルが随分伸びてるわけですよ。で、この青い移動平均線に弾かれて下に行く可能性は非常に低いんですけども、このままだったら上昇トレンドに変わるんじゃないかなと思っております。ですのでね、今週下落が続くかなと思った この冷やしなんですけども、どうもね、これが上昇トレンドに転換するんじゃないかなっていう風な兆しが見えてきたってところですね、ここはだから一つ、今週分かった注意点です。で、4時間なんですけども、セカンダリートレンドだったこの上昇の流れが、セカンダリどころかね、こちらがメインの流れになる可能性も出てきました。ここを上回ると、まさにセカンダリじゃなくて、メインのトレンド、つまり、 4時間も上昇トレンドになってくるのかなってことこですね。まあまだこの分だけ余裕がありますんでね。どうなるかわかりませんけどもね。はい。次です。1時間軸に戻していきます。1時間は上昇に抜けていったわけなんですね。このヒゲ先も抜けたんで、これがさらに上の方に続く可能性は非常に高いです。いずれにしても8時50分のこちらの発表もあって、しばらくしなければわかりませんので、今日午前中は この方向性がね続いていくのかそれともレンジの方向にまたね収まっていくのかこの辺注目でございますではその時まで失礼します